はい。こんばんは。こんばんは。はい。今日もお願いします。こんばんは。ありがとうございます。テスト終わりました。そして今日はテスト行ってきますのツイートを忘れました。普通に忘れました。すみません、忘れちゃった。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。まあ、なんとか無事終わってよかったです。いや、寝坊するどころか 寝坊しなかったです。毎回7時に学校に着いてるので一番乗りです。一番乗りではないか。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。はい。なんかね、テストの時だけなんか早くつける、すごく 早くつけますね。なんて言うんだろう、落ち着くよね。なんかあの時間好き、教室に一人でおる時間。友達がやってて結構、あ、いいなと思って真似しました。し、無事テスト終わってお疲れ様です。お疲れ様です。なんとかね、今日は数学となんだっけ日本史でしたができました。多分ちょっと自信ないような、いやでも手応えがあるようなないような、あ、でもできたかな、悪くはないと思うかな、はい、思います。うまくいきも、多分うまくいった。自分テスト1週間後です。おお、計算ファイトです。頑張ってください。1週間違い。でもみんな多分これぐらいの時期ですよね。今高校2年生でした。椿さん、ありがとうございます。ファルコアイズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぬくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。よし。では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 。今日からイベント参加させていただきます。ですね。そう、久しぶりでもないかな。ワッチゴッドフェスティバル。ゴッドフェスティバルです。ヴィーナスですね。漫画出演の。ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。猫猫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。稲妻、ありがとうございます。稲妻なんだね。なるほど。あ、神が天から雷落とすっていうか、あ、そういうこと そういうことだね。ありがとうございます。
はい。では意味は違うけど、あのヴィーナスって曲ありましたよね。あ、ちょうどそうそうそう。今日もよろしくお願いします。でもね、ちょっとね、あのハッピーハッピーな感じになんてだろうな、あのね、開放感が出るかなって思ったけど、ちょっとね、体調がね、優れなくてですね、ちょっと下がり気味になってるかも。大丈夫なんだけど、あの、もう開放感全開というか、逆に疲れ切ってんのかな。うん、あまり無理せず行こうかなと思います。で、今日上がりきらないかもしれない。よし、はい、では自分次第から歌っていこうと思います。ありがとうございました。オリジナル曲自分次第でした。ありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございました。改めましてこんばんは。今日もお時間作って見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。今日も頑張っていこうと思います。ねえ、お疲れ様です。
プレゼントもありがとうございます。たくさんありがとうございます。イベント今日からイベント今日から参加させていただきます。よかったら応援よろしくお願いします。ありがとうございます。久米さんありがとうございます。チョコもありがとうございます。ありがとうございます。キャッピーさんありがとうございます。いやー、テストも終わったということで、すみません、最近返信できてなくて。でね、まだちょうどだったから人の前かな、金山の時のが返信が途中になってしまっていて、そう、ちょっとねだいぶ遅くなっちゃったけど、ありがとうございましたって通知が行くかもしれません。ちょっと本当に遅くなってしまいましたが、返させていただきたいので、ありがとうございますだけでも、はい、ちょっと今更通知行ってしまうかもしれませんが、よろしくお願いします、遅くなって申し訳ないです。よし、はい、ありがとうございます。うん、 OK、 ありがとうございます。しんのすけさんありがとうございます。うん、みなさんありがとうございます。まことさんありがとうございます。かつくんさんありがとうございます。ありがとうございます。うん、ねえ、皆さんたくさん温かいコメントありがとうございます。すいません、犬だけになってしまってますが、ありがとうございます。よし、テストの結果発表あんまり期待しないでくださいね。うん、と微妙かもしれないので、うん、 OK、じゃあ今日も歌っていこうかなと思います。で、国名さんありがとうございます。ここもありがとうございます。ヴィーナスから出していただこうと思います。うん、皆さん天気ありがとうございます。はい、久しぶりですね。ちょっと高いかな、まだちょっと出ないかな。皆さんはいかがお過ごし。あ、タキヤの翼さんのもあるのね。と、私が知ってるのはアンリーさんのヴィーナスでして、出るかな。ちょっと出なさそうだったら真ん中ら辺に打とうかな。こんばんは。
てなんか違うのかな。るの眠れない夜には押し寄せる不安に、ちょっとわかんないや。いいや。で、アンリーさんのヴィーナス歌わせていただきます。三拍子だから難しいんだよね。ありがとうございました。ちょっとどうなんだろうね、音程が分かんないや。2番って歌いましたっけ私。また今度歌わせていただこうかな。綺麗な曲ですよね。見知らぬ見知らぬ星たちが漂う2番歌えばよかったな。まあいいや。ありがとうございます。くねこさんありがとうございます。ありがとうございます。やわさんありがとうございます。ありがとうございます。どんどん歌わせていただこうかなと思います。あ、ほんと？もうすぐ1万円です。あ、このヴィーナス結構前じゃない？じわ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 って上がってるんだね。ありがとう。あら、もう5位。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。たくさんもありがとうございます。ありがとうございます。そう、歌ってかないとね。はい。よし、どうしよう。疲れきちゃってんじゃん。疲れきちゃってるね。結構出ちゃってるよね。そう、出ないように思ってるんだけど疲れちゃってるじゃん。センチメンタルキスいこうかな。はい、多分今日だけだと思うから今日だけは許してください。よいしょ。本当はね、いけないけど配信で暗くなっちゃったら。クレープは食べてないんですけどクッキーを食べました。どこだっけ、友達と何々おばさん、思い出せない、何々おばさんのクッキー食べました。美味しかった。初めて食べたんですよね。
あ、そう、ステラおばさん、ステラおばさん、そうそうそう、友達が誘ってくれて、うん、ありがとうございます。友達が誘ってくれて初めて行くけど、ステラおばさんは知ってたのでね。いや、美味しかったです、すごくね。食べ放題って食べて、意外と入らん、あ、意外とね、なんか20枚ぐらいいけるかなと思ってたけど、意外と難しくて、あれね、でも友達何枚だ、18枚、13枚、14枚、結構食べてて、うん、ねえ、結構食べてて、私は10枚でした。そう、20枚ぐらい食べれるかなって思ってたんだけど、そう、美味しかった。チョコチップと、私はオールドファッションが好きでした。オールドファッションなんとかみたいな。うん、美味しかった。いや、至福のひとときでしたね、友達と食べた。うん、よし、オッケー。柳井さんのバニラもいいですね。もんかちゃん、いつもありがとうございます。声が大好きです。ここに朝ありがとうございます。では歌わせていただこうと思います。センチメンタルキスですね。ゴシック・ザ・ヴィーナスも確かに。ではいきます。熱にうなされて牛尾レイラさんのセンチメンタルキスでした。よいしょ、ありがとうございます。この曲はあの TikTok に少しアップさせていただいたのが結構バズってね。そう、今だとあれだね、飛行機雲が徐々にちょっとおすすめになったらしい。うん、ありがとうございます。のりさん、ありがとうございます。たくみさん、ありがとうございます。りんごさん、ありがとうございます。お、早4位、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。いや、こんな今日ヘナチョコなのに、うん、ありがとうございます。いや、はい、ありがとうございます。
から飛行機雲と星屑ヴィーナス、あとメロディーもいいなって思いました。ありがとうございます。まねこさんありがとうございます。さぴーさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、まだ初日なのにありがとうございます。はい、なんかテストの時テストの中よりゆったりすぎんかよしさんありがとうございます。よいしょ、元気出していかないとね、言わないとね、星屑ヴィーナス行こうかな。なんか今日は悲しくない、すごく悲しくない、曲もなんか切なくないか。やっぱね、気分に左右されるよね、あの曲の雰囲気とかも。私の気分で結構左右されるジャンルが、かなり左右される。皆さんもね、ゆったり、木曜日はね、疲れる曜日だと思いますので、ゆったりゆったり聞いてくださいな。では、エメさんの星屑ヴィーナス、気持ちを込めて、集中力集中力。星屑みたいな一粒の出会い、さよう
ありがとうございました。ゆめさんの星屑ヴィーナスでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと噛み締めすぎたねいやちょっとテンポ早めよ早めよと思ってもなんか全然戻らないのよもういいかなと思って言ったり歌いました。ありがとうございます。はい、リクエストありがとうございました。ありがとうございます。うわもう3位、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。よし、堀川さんありがとうございます。皆さん応援ありがとうございます。徳明さんありがとうございます。ありがとう。岩和さんありがとうございます。ピピさんありがとうございます。ももちゃんのゆめさん最高、ありがとうございます。ありがとう。直樹さんありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。しゃべりもね早めよ早めよと思っても全然早まんない、どうしよう。マーハさんありがとうございます。最高でした、ありがとうございます。よし、どんどん歌っていこう。あと何、どんな曲って言ってたっけ、どんな曲って言ってたっけ。はい、ありがとうございます。テスト週間中、学校朝早く行くじゃないですか。その時にいろいろ食べてました。シュークリームとか、シュークリームとか、シュークリームとか、あとなんだっけな、忘れちゃった。朝ね、朝ね食べてました。うん朝からなんか糖分足りんなと思って食べてましたね。うん、朝買ってって食べてました。そうそう、うん大丈夫です。朝ね教室で食べてました。一人だしね、そうなんて言うんだろうな、まあわちゃわちゃして食べてると怒られるけど、一人だからね、そう普通に食べてました、一人寂しく。はい、何歌おうかな。飛行機雲か、そう飛行機雲がね少しバズってたので、うん、なんか不思議、不思議、学校でシュークリーム食べるのって不思議な感じ。教室でお弁当食べるのと同じ感覚、不思議。ほんと、なんか変なこと言ったかなと思って、なんかお弁当感覚だったんだけど、すごくあ、そっち、朝からシュークリームが不思議、そういうことねはい、よし、なるほど、シュークリームがあるか。OK、
では荒井由美さんの飛行機雲出していただきます。オッケー、ではいきます。白い坂道が空まで続いていた。ゆらゆら荒井由美さんの飛行機雲でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。吉野里さん、ありがとうございます。ありがとうございます。キパちゃん、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。たくさんリクエストありがとうございました。ぜひコルボーイなのでここでカバーは終わらせていただこうかなと思います。たくさんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。はい、イベントもたくさんありがとうございます。応援ありがとうございます。ありがとうございます。今現在は3位でありがとうございます。徳明さん、ありがとうございます。カツくんさん、なんだっけ、カツさん、ありがとうございます。アイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。アイオさん、ありがとうございます。コテツさん、ありがとうございます。ミランさん、ありがとうございます。モッチーさん、ありがとうございます。
皆さんありがとうございます。そうですね、イヤポトーク思い出しますね。なんかあれやね、声がどんどん増えてて覚えきれなくなっちゃう。まだそうでもないか、もう多分覚えきれなくなるんだろうね。よし、では今からオリジナル曲タイムいこうと思います。しょうちゃんさんありがとうございます。今にこさんありがとうございます。かも素敵でした、ありがとうございます。では私と私から歌わせていただこうと思います。頭の回転がすごい遅いのよねなんかフリーズするのすごく、なんでだろう、すごいフリーズしちゃうんだよね。大丈夫なんだけど、ありえほどフリーズするよね。次のことを言い出すまでに3秒ぐらいかかってるような気がする。1、2、3。いやーね、はい、よし、では私と私出していただきます。オッケー本当わざとじゃなくて、これ本当に普通なんだけど、本当に普通なんだけど早くできないこれ以上。オッケー、では私と私いきます。
ございました。ウリジャの曲私と私でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、続いてテクテージ検査に対していきます。プレゼントもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。デザさんたくさんありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。今さっき見に来てくださった皆さんもありがとうございます。歌ってる途中にも皆さんたくさん応援ありがとうございました。ちょっと喉が詰まっとって。デザさんありがとうございます。まさくんさんありがとうございます。とくめいさんありがとうございます。つばきさんありがとうございます。ごちんさんありがとうございます。とねえ、ほんと元気もらえた？もらえた？こんなスローモーションな私から元気もらえました？小林さんありがとうございます。ミッキーさんありがとうございます。もらえた？本当に嘘嘘。いやー、ゆうとさんありがとうございます。では、アイリスウィークという受験生出していただきます。目が、目全然嘘じゃない。目がね。ああ、下がってくる。下がってくるんだ。目が嘘じゃないよ。顔は正直でね。顔は正直だね。よし。ではではでは、私、間違えた、アイリスペクティージ検査をさせていただきます。応援ありがとうございます。目が開いてないもん。目が開いてない全然。はい、佐々木さんありがとうございます。よっしゃ、では行きます。1,2,3。まずこれだけ言わせてほしい。アイリス勉強すごいよ。その姿、あなたは決して一人じゃないだからずやめる。歌をずっと応援してるよ。あの日から。
ました。ありがとうございました。ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございます。いやー、ガンガンねー。いやー。なんて言うんだろう。歌うのにこの曲で慣れてて、そう。半分寝ながら歌えたよね。どうしよう、もう、ね、こんな眠たそうな人に頑張ってって言われても説得力もない。ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。ところどころどっか行きそうだったけど、はい、ありがとうございます。いやー、応援してくださってありがとうございます。キュートくんとさ、押してくれないか、それで押してくれないか。ごめんなさい、ごめんなさい。ねえ。ああ、ありがとう。ありがとう。ありがとう。よし。ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントもありがとうございます。こっち頑張って、こっち頑張って。はい、こんなに眠そうにしてることなかなかなくないか。たまにあるけど、テンション上げていかないと。なんかこれでさ、なんだ、何か私のオリジナル曲の中で夜のとか歌ったらもう寝るよ、多分。寝るよ、半分寝るよ、半分っていうか完全に寝るよ、これね。歌ってる途中に寝るよ。寝る自信しかない。布団で、うん、椿さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。しのすけさんありがとうございます。そうだね、なんか手先はそうですよね。はい、夜のは確率で寝る。布団でいきますか。OK、 では布団歌わせていただきます。よろしくお願いします。いや、もうこんな状況で申し訳ないです。布団と、まずは布団と、布団だね、布団か、布団だ。
ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いや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 、申し訳ないものね、のと今日は眠たくて許してください。ヒーローさん、ありがとうございます。その中でね、こんなにたくさん応援してくださってありがとうございますね。ちょっと 100% じゃない中、ほんとね、テスト初回にゆったりだったと思うんですけれども、うん、ちょうど眠たさ全開で申し訳ないですね。配信してる側などに、そう、応援しなきゃ、応援ね、なんて言うんだろうな、見てくださっている方にそうなっていただきたいんですけど、私自身がこうだとはい、よし、まあ、楽しんでいただけてたら何よりです。ありがとうございます。見切れました、よかったです。いやー、2位ありがとうございます。いや、疲れてるわけじゃないのよね、なんかあれなんだよ、体が子供なんだよ、多分体が子供なんだよ。いや、このね、ニーナの皆さんのおかげです。うん、私がじゃあ今日頑張れなかった分、明日また頑張ります。高橋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ヒロさん、ありがとうございます。あ、残り35秒じゃねえ。でも皆さん、今日もお時間作って見に来てくださってありがとうございました。また明日お待ちしております。ありがとうございます。皆さんもね、ゆっくりお休みください。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい。どうもたくさん温かいコメント、クエスト、プレゼント、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ、ありがとうございます。